何かあれば、あと、あ、どうぞ。はい、はい、で、電卓に到着です、はい、あの真面目な話の後に申し訳ございません。あ、そうですよ、はい、先週の金曜日にですね、はい、ウエスティ板橋さんに留守電入れたと思います、はい、その後の新着情報あればお願いします。もちろん何もないですね何にもないです。そのまんまの人ですよ。だからだから来週かな、ちょっと大阪、内並さんの裁判にはちょっと次は行こうと思ってるんですよ。来週だったと思うんだけど、僕が籠井内並さんを提訴している裁判が、再来週か、25日にあるんですけど、まあ、よくよく考えたら、まあ、彼ら裁判で自分たちの関係っていうのは必要、かっこだいぶすらないって言ってるんですよね。まあ、彼らっていうか、まあ、内並さんを訴えてる。内並さんは、上杉氏とは、不倫関係にあるかどうかについては答えないと言ってるの。で、まあ、それはそれでいいんですけど、でよくよく考えたら、森友幼稚園というか、塚本幼稚園は3月に閉園になってるでしょ。でも4月2日から塚本幼稚園新規入園者の集中ってずっとオープンで流してたんで、まあそういうのも証拠としてちょっと、はい、申します。裁判には出そう、証拠としてね。だってもう閉園が決まってる幼稚園の 入園の募集を、しかも4月の2日から4月の末までは少なくともやってたんで、じゃ意味がわからんでしょ。それを実質上杉氏がその、まあ、経営している、まあ、編集権があるオペレーションベッドで支援をしてたっていうのも結構証拠としては十分間接的なもんですけど、ね、まあ、そういうのを出して、まあ、上杉氏が僕のことを発信するからこういう人も出てくると思うんですよね。別に発信止めろというわけじゃないけど、彼が発信する時は人も出てくるんで、それに対して答えますよっていうことですよね。いつまでも補欠を追い続けますよってことですよねあんまり僕のこと触れない方がいいんじゃないのと思いますけどね。上杉さんに対してはあまり僕のことを触れると結局こうやってまた蒸し返されるよっていうことなんで。